システム機能学分野の医学です今回私たちは細胞老化を起こした細胞がその周りの細胞のがん化を促進するという現象を見出しましてそのメカニズムの一端を症状場合の遺伝学を用いて明らかにしましまたでそもそもなぜがんが生まれてくるのかということですけれどもこれは基本的には細胞が順番にが,がん原性の突然変異を獲得していくと。 といいうことが分かっています例えば最初は正常細胞だったものが還元原性の突然変異を獲得していくうちに全がん細胞に変化してそれがさらに突然変異を獲得していって最終的にがん細胞になってしまうとそういったメカニズムが考えられます。しかし実際にはこういった細胞自律的な細胞の変化だけではなくて細胞間の相互作用が非常にがん化に重要な役割を果たしているということが分かってきました。 例えば一旦全癌細胞になったものがその周りの細胞と相互作用してさまざまなタンパク質を分泌して受容し合ってこれでこれががんに結びついていくそういったメカニズムも重要であることが近年分かってきました。でこういった細胞間の相互作用解析っていうのは非常に生体内で解析するのは難しいんですけれども私たちはこれがこのメカニズムっていうのを症状媒を用いて解析しようと。 症状媒のこういった細胞間の相互作用を介したがん化のモデル系を構築すればこういったメカニズムを解析できるであろうというふうに考えて数年前から研究を進めてきました。で2年前にこれを報告したんですけれども私たちが見つけたのはがん遺伝子ラスの活性化とミトコンドリアの機能障害。 えー、これいずれも人のがんで非常に高頻度に変化しているものなんですけれどもこういったものが同時に起こった細胞変異細胞というのはその周りの細胞のがん化を促進するということを見つけました。で、えー、今回そのこ,こういった2つの変異を起こした細胞が一体どういった細胞の変化を起こしているのかどういった意義があるのかということをさらに掘り下げようということを行ってきました。 でその結果分かったのが実はこういったラスの活性化とミトコンドリアの機能障害を起こした変異細胞というのは細胞老化っていう現象を起こしているということを見出しました。で細胞老化っていうのはこれは細胞が不化学的に細胞分裂を停止するまあ、そういった現象です。でなぜこういうことが起きるのかということですけれども一つは細胞の分裂限界を超えた場合 あるいはがん遺伝子の活性化などが起きたそういった細胞があの細胞老化を起こすということが分かっています。でこれは哺乳類の細胞を用いて主にこれまで解析が進められてきた現象なんですけれども細胞老化を起こした細胞というのは細胞分裂を止めてさらにこれ巨大化するということも分かっています。で細胞分裂を止めますのでこれ単に静かになってしまうというわけでは。 実はなくてこういった細胞老化を起こした細胞というのは周りの細胞に影響を及ぼすということも分かってきましたこれは細胞老化を起こした細胞というのは様々な炎症性サイトカインなどを放出しまして周りの細胞に影響を及ぼすシネセンスアソシエイティドスクュレタリフィのタイサスプ SASP という現象がを起こすということが分かりましてこれが癌にも重要ではないかということが示唆されつつありますで、今回私たちは ラスの活性化とミトコンドリアの機能障害を同時に起こした細胞が実は細胞老化を起こしてこの周りの細胞に影響を及ぼしているということを見出しましてこれは無脊椎動物では初めてこの細胞老化という現象が存在することを見出した例でもあります少しデータを紹介しますとこのようなラスの活性化とミトコンドリアの機能障害を起こした変異細胞というのは上皮少女場合の上皮組織の中で様々な細胞老化マーカーを発現していきます 例えばシネスセンサーソシエティベータギャル s a タギャルの活性が上昇していたりあるいは CDK インヒビターである p 2 7 d a c a r の発現が上昇しているまた DNA ダメージリスポンスのマーカーでありますヒストン H2A のバリアント これのリン酸化が起きていたりさらには染色体のヘテロクロマチン化のマーカーが上がってきたりそういったいわゆる細胞老化マーカーと呼ばれるような哺乳類で見られていたようなものが実際に上がってきているということが分かってきましたでさらに先ほど細胞老化を起こした細胞というのは巨大化するというふうに言いましたけれども実際に生体の中でも細胞の巨大化というものが起きているということも分かりましたでさらに そしてこういった細胞老化を起こした細胞というのは周りの細胞の増殖を促してこの症状癌の副眼でこういった変異細胞を誘導しますと周りの細胞が非常に大きく組織が大きくなってこのように巨大化した副眼が,が形成されるということが分かりました。このように 細胞老化を起こした細胞というのは周りの細胞の増殖を強く促すとこれがサスプを介しているということが分かってきたわけですけれども今回は示していませんが周りの細胞が正常細胞ではなくて全癌細胞であった場合には周りの細胞というのは単に増殖を促進するだけではなくて悪性化すると浸潤転移を起こしてがん化が促進されるということが分かってきました。こののよううに老化した細胞というのは サスプを介して周りの細胞のがん化を促進することが分かってきたわけですのでじゃあこのモデル系を使って SASP の誘導メカニズムこれを解析していこうというふうに考えましたで、その結果分かってきたことはラスの活性化とミトコンドリアの機能障害を起こした細胞は実はサイクリン E の活性を抑制する同時に P53 の活性を促進することが分かりました この2つが起こりますと細胞周期が強く停止しましてこれによって JNK のシグナルが活性化することががかりました。JNK 活性化するとこれさらに細胞周期の停止を促進することも分かりましてここでポジティブフィードバックループが形成されているということが分かりました。 これによって JNK のシグナルが強くアンプリファイされてこれがラスのシグナルと強調してサスプイン値でありますアンペアード IL6 の発言を誘導するというところまで分かりました。 でこのようにこの研究によってラスの活性化とミトコンドリアの機能障害を起こした細胞が細胞老化を起こして周りの細胞のがん化を促進することが分かったわけですけれどもこの細胞老化っていうのは実は今回見つけたようなラスの活性化とミトコンドリアの機能障害こういったもの以外にもさまざまな細胞ストレスによって誘導されるんじゃないかというふうに考えられます。 そして実際の人のがんでもこういった細胞老化を起こした細胞というのが存在するであろうというふうに考えられますのでこういった老化した細胞というのは今後その新しいがんの治療,線治療標的の一つになるんじゃないかというふうに考えられます。また私たた私ちはこうういった細胞老化が実際に正常発生のの過程でどのような 役割を果たしているのか実際に正常化発生過程でこういったものが存在するのかということに興味を持っていましてここれをを現在解析を進めているところです今回の研究は大学院生の中村舞さんと講師の大沢静江さんと共に行ったものです。